ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 はい、やってまいりました。ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 よいしょ。さあ、2023年最初の、スタジオ収録となります。ゲストは初登場でございます。赤い月を見上げる黒猫が見る夢の皆さんです。あー、ちょっと噛んだかな。ちょっと噛んだかな。早くしてんのか。いや、みんな噛むんで大丈夫です。はい、略して赤黒の皆さんでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでして、まあ、てるさんとね、かんたさんは2度目ということになりますので、まあ、改めてよろしくお願いします。では、メンバー紹介をちょっと自己紹介してね、順番はお任せします。ボーカルのノアでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ自分いきますよ。ギターのカントです。よろしくお願いします。はい、はい、赤いキツネと緑のタヌキじゃなかったの、ドラムのロッシーです。カブト麺になってます。よろしくお願いします。目立ってきた。はい、ベース担当です。テリヒコです。よろしくお願いします。はい、お願いします。リーダーよっ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 じゃねえ。まあ早速ね、ちょっとバンド名噛んでしまったんですが、はい、申し訳ない。もう一度ちょっとね、カンペを赤いキツネと緑のタヌキ。違う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 、カンペ持ちながら言う、ちゃんと赤身丼になっちゃう。赤い月を見上げる黒猫が見る夢、はい、これバンド名ですね、はい、で略して赤黒と、はい、ということでね、これバンド名でございます。ちょっとね、本当家で練習したんです、実は。ありがとうございます。ですけど、やっぱちょっと噛んでしまいました。気をつけなきゃいけないのは、黒猫が見た夢ではなくて見る夢なんですね。これがちょっとポイントであるということでして、初登場で、先ほどもちらっと言ったんですけど、前回バスタードで、まあ、カンタさん、テレフォさんね、お越しいただきまして、お話を伺いました。そして初登場のロッシーさんとノアさんと、まあ、ノアさんとここの関係で言ったら、以前また別のね、はい、YouTube チャンネルでやってた時にお話ししたりとか、お邪魔させていただいて、そうですね、以来で、まあ何年ぶりかみたいな感じなんですけど、はい、まあちょっといろいろお話伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはこのバンド名ですよ。これが気になってしょうがないんですよ。どこからどう攻めたらいいのかっていうか。それはこっちからもどこからどう説明したらいいのか。そこですよ。なので、まあ結成の前に、結成からバンド名になったのか、そのバンド名をまず決めてからその集めたのかっていう、いろいろ順番もあると思うんで、ちょっとそのバンドの経緯っていうか、このメンバーが集まった経緯からのバンド名っていうところに行きたいと思います。ので、先ほどリーダーって言われてたんですけど、テルスさんなんですかね。いや、僕はリーダーじゃないですよ。ヨッシーさんがリーダーだと。いや、そんな、そんな、僕はそんな。ダブルリーダーってことですか。ダブルリーダー、2代表と。なので、まずはこの結成のいきさつからいきましょうか。はい、結成のいきさつ、もともとはセッションでっていう形で、まあ、このバンドを始め、バンドというか、このメンバーが集まりまして、大元バックの野郎3人組は、別のセクションでもともとそのセッションを一回やってて、まあ、音を合わせた感じで、これなんかせっかくだから、継続していけないだろうかっていうのをうちのリーダーに言われまして、いや、はい、ちょっとうちのリーダーの氏が、いわゆるとりあえずボーカル探してこいよと上からは、まあ、そういう感じで、まあ、言われまして言われまして、あ、はい、わかりましたと、ロシさんっていう感じで、どなたかいらっしゃらないだろうかと、まあ、とりあえずセッションでいいので、ただやるならオリジナルでやりたい、っていうことで、以前にその僕とカンタがその、ね、あの一緒にやってたラビットブラビリンスの時に、対バンをさせていただいたバンドさんの、ボーカルさんが、まあ、ノアちゃんで、で、あ、彼女そういえば何やってるんだろうと、まあ、思って、まあ、連絡をしてみたところ、とりあえずソロ活動をしながら地道に音楽活動はやってますということだったので、ちょっといかがなものかと、こういうようなお話があるんだがと、っていうことで音源を聞いていただいたら、とりあえずぜひスタジオには入ってみたいと言っていただけたので、じゃあやりますかと、ですか。で、あのリーダーにリーダーもいいんじゃねえの、これ。これもしかして先輩のこのバンドのことをやってるんですか。いや、違う違う違う、さりげなく、さりげなく、ちゃん
しちゃう感じですかこれ。怖いわロッシーさん。怖いですね。いや違います。飛んでるじゃないですか。誰が見てるか分からないですよ。恐ろしいこれは。まあそうね違うよと。でもロッシーさんとまともとねやっぱり3人のその界隈っていうか、うん、やっぱり対バンとかそのテルさんをね。してたりとかそのずっと知ってるし、まあ、ずっとってことじゃないですけどやっぱり知ってたりとかする間柄ですかね、うん、元々を正すと、はい、でそこでノアさんそうで、まあ、こうお声掛けをしたところは、うん、非常にまあまあ前向きな、はい答えが返ってきたので、うん、じゃあまあスタジオ入りましょうっていう流れからの、まあ、曲も作っていき実際その、はい、最初に漠然と用意してた曲よりも彼女が歌うって前提で曲を作ってみようっていう話になって、うんまあ、サウンドメイキングを、まあ、バックの方でやって、うん、でじゃ あ,、まあせっかくだからライブ一本やってみようかっていう過程の中で、はい、もうなんかなんとなくバンドだよねみたいななんかやっちゃったらいいんじゃねみたいな、うん、まあ形にまあ要はリハーサルをやっててライブが決まってリハーサルをやっていくさなか曲作りをやっていくさなかでだんだんこの4人でバンドやってみたら面白いよねみたいな流れになっていったのでまあじゃあそのせっかくだからそのライブね呼んであのクレッシェンドでやらせてもらえるっていうのが決まってたしそれならじゃあせっかくだからバンドにして来年から本格的に、正式に始動しましょうっていう、まあ、流れでバンドになりましたみたいな。なるほど、はい、まずは本当じゃあとりあえずセッションっていう感じだったんですけど感触がつかめてきたってことですかねやっぱりそういうところがやっぱ大きかったっていうか、うん、思ったより一期一会のメンバーなのかなっていうのは正直感じててこの4人でしか出せない音になったなっていうのは僕個人としては非常に強く感じたのであこれはちょっとやりたいかもみたいな、うんうんなるほど、ありがとうございます。ではそのノアさん、はい、お声かけね、実はノアさんっていうのはまあそのバンド以前やられてたから後にまあちょっとユニット的なのとかツイッターであれですよねソロのあの発表してたりとか、そうですね、してたりとかしてて、はい、そこの中で活動いろいろしていく中で、うん、テルさんからじゃあ声があった感じですか。はい、声かけてどうでした実際やって。まさかあのテルヒコさんから。お声掛けいただけるとはっていう感じだったので、おお、もう早速。俺的には変なおじさんから急になんかこうナンパまがいのあのこう文章が送られてきたと思われたら嫌だなってドキドキしながらめっちゃ送ったんだけどそんなことはないと思いますね。いやずっと心配してて俺にもちょっと気にして大丈夫かな大丈夫かなって、いきなり変なおじさんからでメール来るみたいなの見たよみたいな初対面ではないじゃないですか、まあ、そうまあそうなんだ知らない中ではないしでも逆の立場だったら怖いかなみたいなちょっとみたいなちょっとどうかなって心配あったんですけど、でもノアさんからしたらすごい光栄であり、そうですね、すごく何年かぶりでしたもんね、うん、本当にそう、連絡取らせてもらったのも、うん、結構久々だったので、うん、おーと思って早速返事をした次第でございます。なるほどね、相変わらずいい声ですね怖いよ、またこれでね怒られるですね、またナンパしてんじゃねえか終わった後ダメだしそれは置いといてですね。でそのスタジオ入りました。そして、昨年の12月ですね、吉祥寺クレッシェンドでこれはプレー指導ってなるんですかね、あのライブに関して言うのは、もともとはそのセッション、うんだったので、そのセッションでライブを1本入れましょうっていう流れだったのですが、まあ結果的には、うん、あのプレ指導みたいな、うん、そうですね、あの日はあのうちの番組のゲストでよくお越しいただいているサラちゃんの主催でしたね。あのロックスター、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 まあ舞台上でサラさんの主催イベントでのプチクレッシェンドで、まあもうね実質あそこではもうその正式指導のね、その告知もそこでしたんですよね。そうですね。セッションと言いつつ、はい、あの日も全曲オリジナルですもんね。そうですね。で、そこからです。その指導決まりましたの時点で、このバンド名はどこからどう来てそうなったのか由来とか、まあみんなやっぱり、うんってなったわけですよ。私はユニット名、そのセッションのユニット名だと思ったんですよ。ならわかるかなって、そういうふうに決めたっていうか、その情状的っていうか情状的なところの言葉かなと思ったけど、正式バンドになると
これライブハウスがセッティングしてその告知するとき長えだろうなってきっと思うし、まあインパクトはやっぱあると思うんですけど、この由来と決めた方はどなたなんでしょうか。赤い方のリーダーです。赤い方はい、いや、あのバンド名どうしましょうか、うん、でまあセッションであっても何であっても、はい、バンド名は必要です、うん、の流れで、はい、みんなから募ったんだけど、なんかこう俺的には、はい、こう何ですかね、俺らがこれからやっていこうとしているというか、はい、今作っている音楽や、うん、がまあ一つのまあ物語ではそんなコンセプシャルではないんですが、うん、曲によってのコンセプトであって、そのトータルとして世界観が強いとかっていうわけではないんですが、うん、僕らが作っていく音楽が物語ならばタイトルに、はい、なるような、ちょっとこう簡潔ではなく逆にその要は小説のタイトルのようなものの方がいいかなというか、そういうものがイメージだったので、うん、と、うん、なるほど、バンド名というか物語という一つの括りというかね、うん、なんかそんなイメージは確かにありましたね、うん、なんでなるほど、うん、それで、まあ、まあ例えばさ、はい、って言ったので3人が、じゃあそれでいいんじゃないですかねみたいな言っていただけるので、そんな少ないですよね。いやいや、そんな、いや素晴らしいんだよ、僕には考えられない。僕が言ったらもうさっきみたいになっちゃった。赤い狐と緑の狸って。それバンド名じゃない。それもいいかと。いいですね。一発だぜ。よろしくお願いします。まずいでしょ。東洋水産が怒られる。具体的に。具体的に怒られ、企業から怒られた。でも確かにそのパッと見のその印象とバンド名のってなると、確かにんって目にはつきますよね、うん、やっぱ英語ないし日本語の表記っていろいろあると思うんですけど、ここね、もう曲のタイトルかなって最初思うぐらいの感じだったりとかしたんで、うんうん、ちょっとそれがなった時に、しかも正式名称でそれで来るっていうことになったんで、ちょっとこれは自分も興味をそそるというか、何かしらなんか引っかかりますよね、そういう文字に対するもの。それが狙いですよ。あ、なるほど。さすが。いやいや。まあ素晴らしい、付け加えるならば、その黒猫っていうのがうちの、うん、歌姫なので、うん、まあそこも一応まあなんていうのかな、そういう思いを込めてるというか、はいはい、タイトルの中に出てくる黒猫というワードは、まあうちのボーカルを擬人化しているような、立ち位置だと。なるほど。だそこにもリンクしたいかなと。でそのうちのボーカルが書く詩が紡ぐ物語のタイトルという、うん、まあちょっと自分の中でイメージがあったから、うん、まあ、こんな感じならどうだろうかと、まあ適当にでも言ったんだけど、いや思いっきり思いっきり言ったんだけど、そしたら、まあ、みんなが、うん、おそれいいよって気使ってもらったんちゃうんだけど、普通にいいの、素晴らしいですから。だからその文章がやっぱり綺麗にすごいまとまってて簡潔です、かつその物語がしっかりその文章に出来上がってるっていうところもあるから、なんかすごい興味惹かれますよね、やっぱりそこは。あとこう名前覚えられないけど、なんか赤い月やなんちゃらとか黒猫がどうたらっていう感じで引っかかってくれたらいいかなっていうのもあったので、あえてこう別に言えなくてもいいし覚えてもらえなくてもなんとなくあのこう印象に残ってくれたらいいかなみたいな、とかね、あの他のバンドさん見に来た時に何このね赤い月がなんたらって書いてあるこのバンドよくわかんないけどっていうことだけで例えば足を止めてくれるんであれば、まあそれもまあ、バンド名としては非常にそうですね、戦略としてはとてもありだと、うん、なんでいろんな、まあもちろんそのつけた時の思いやそのなんか理由みたいなのはさっき、ね、お話しした感じだけど、それ以外にもまあまあ言ったら言いづらいよね、扱いづらいよねってね言ってたでしょ、だからまさにそれが逆に言えばまあこうそうしてくれたらいいなみたいな、はい、私もだから今後またね番組で紹介するとき絶対噛まないようにしようっていうのは、うん、なんかだから逆に今までのバンドのゲストさんの中であこれは噛まないようにしようっていうのは絶対出てくるバンド名だっていうのがあったんで、お声かけするときね LINE とかだと打てるじゃないですか、口に出すっていうのがどれだけこれから難しい メンバーも言えない致命的なところがで略すと赤黒と、あそういうことこれね、これもうあの去年のゲストの
今度対バンすることになって、ゼーレさんはもうずっと赤黒っていう、もう統一してましたけど、もう絶対自分たちで被るぞって分かってたから、もうこれ赤黒ですって言ってたんで、まあそれでもね、覚えてもらえればっていうところでございます。さあ、そしてバンド名、その結成しましたっていうところから、まあ昨年ね、12月にプレシドをしました。ここからですね、まあ、音楽性だったりとかライブの特徴なんかを、もうこれはメンバー全員がいろいろ思うこともあると思うので、ちょっとお話を伺っていきたいなと。で、先ほどテルさんが物語的なとかコンセプチュアルなところ行ったんで、続いてはカンタさんあたりから、じゃあギターね、弾くにあたってのちょっとそういうお話とかから、カンタさん、ノアさん、ロッシーさんとかいろいろ他のメンバーの方々の僕のちょっとお話もね伺っていきたいなと思います。じゃあカンタさんから行きましょうか。何も考えてない。いやでも、うん、まあそうですね、この間ミザリオルさん見てくれたけど、まあ、見ましたで、基本的には結構ゆったりした曲が多かったと思うんですよ、うん、アップテンパの曲もあるんですけど、うん、アップテンパの曲の方が多いんですけど、なんかうちは結構こうみんな黒いじゃないですか、うん、服装も、うん、黒猫とか言っちゃってるじゃないですか、うん、なんかキャラクターはあるんですけどで、なんかそのまあ、さっきテルさんもおっしゃってたようなこう物語的なものということも含めて言うと、なんかすごいこう爽やかに黒いみたいなイメージの曲をこう、まあ、基本的に作ってるんで、テルさんと2人でずっとやり取りしながら作ってるんで、ギターリストとして考えた時に曲自体は漠然とできるじゃないですか。そこにギター乗っけるってなった時に、演奏するっていうよりはなんか歌う感じで弾いてるんですよ。なるほどね。すげえむずいっす。なるほどなるほど。ちょっとそれは、ほら、まあバスタードないし、他でもね、弾いたりとかね、ガーンってやる時のカンタさんではないですもんね。全然違いますよね。なんか、あ、そこまで繊細に弾こうと思ってんのね、みたいなのがちょっとでも分かってくれたらちょっと嬉しいな。おー、なるほどなるほど。すげえむずいんですけど。なるほど。ありがとうございます。これはちょっと、そういうところ聞きたかったんで嬉しいですね。じゃあ続いてちょっと順番を変則的にロッシーさん、もう、はい、もう相当考え込んでるから、もう、じゃあそうだ、このバンドの、まあ、ドラムに関してなんですけど、うん、僕別で、アンチフェミニズムっていうバンドやってまして、うん、それがこうハードコアだったりとかメタルコアみたいな感じの音楽性のものをやってるんですけど、全くそれとはこう違ったアプローチで、今までやってきたような、僕がやってきたようなルーツになるようなものをいろいろ混ぜ込んで、いろいろ曲ごとにコンセプトを立てて叩いてるので、もしそういう何ですかね、ドラムにこう耳を傾けてもらえると、いろいろこう違いとかが面白い部分があるかなと思います。おー、素晴らしい。リーダー、リーダー素晴らしい。いやリーダーじゃないですよ。違います。結局そしたらだんだんハマってんじゃないですか、むしろ。でもロッシーさんってそのね、いろいろまあ先ほども言われたんですが、アンチフェミニズム以外でも。あのサポートとかね、ビジュアル系のサポートとかもかなりいろいろやってきた、その経験も生きてるんじゃないかなっていうのは聞いてて、もちろんロッシーさんのドラムもかれこれ私も何年もね、アリエネ・マリアージュとかの、そうですね、アリエネもやりました、やってたりとかいろいろやってたりしてる中で、今回ここの叩くってなった時、女性ボーカルのっていうのもあまり、まあそのビジュアル系やる前に経験はありましたけどね、うんうん、何回か。がっつりでここまでっていうところで言うと、そうですね、メンバーとしてやるのは初めてかもしれないです、ね、うん、なるほどね、はい、そこで違いを一曲一曲して違いを、そうですね、はい、特にライブでってことですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ続きまして、てるひこさんはここはベーシストとして、あそこですね、ここベーシストとしてはリーダーに怒られないように頑張って弾いてます。はい。勘弁してください。はい、そういう話じゃない。今日これやりたいがためにやってるんだけど。結構やってくれてる。俺がどうかな。でもまあまあまあ。うん。じゃあどうですかね。まあ僕もいくつかバンドやってるので、まあメインになってるのがこことバスタードになるので、やっぱ比較してもらえればわかると思うんですが、やってることが似て非なるものというか全く違うので、まあ、うん、細かいですね、やってることが、うん、こっちのバンドはやっぱりその歌も繊細なので、あと曲を自分で書いてるせいもあるんですが、うん、やっぱりそこに見合うためのベースって何だろうかって、うんうん、だから全メンバーの、アレンジがちゃんと決まって、じゃあこれでいきましょうってなってからベースをつけてるようなレベルなんで、全部の間を縫わないといけないので、ドラム、ギター、当然歌、なんか結構細かいくて、なんかいろいろ押し引きを考えて
ベース的にはやってるので、他の他今までやってきたバンドとは少なくともベーシストとしては差別化してます、自分の中で。その似て非なるものっていうのはなんかすごい分かりやすいというか、あの立ち位置、ライブの話なんですけど、立ち位置ではじゃあ上手でベース弾いてます、じゃあそのベースをじゃあ前面に来るのかって言ったら、そういうわけではなくて、ちゃんとバランスのいいなんかベースっていうか、そういう中で出してるって感じはすごい。あざます。だから上からまた、なんだザリウム上からかみたいな言われるんですけど、それあくまで見た感想で、本当にそこはすごい感想。そこはね、見てもらった感想は素直にね、嬉しいなと、うん。はい、ありがとうございます。じゃあ、そして、ノアさん、行きましょうか。やっぱり、まあね、それだけ姫と、あわれてバンドのそのコンセプチュアルのところの中心人物でありますからね。ありがとうございます。歌に関しての、はい、音楽に関してちょっと、まあ、詞も担当されてるってことですね。詞も、はい、担当しています。なので、じゃあちょっとその辺のお話を伺ってもよろしいですか。はい。やっぱり曲の入る、加入するに至ったのも、まあ、曲をまず最初に聴いて入ったっていうところですけども、はい、曲がとにかくすごく好き、あの個人的にすごく好きで、で、曲を活かせるような、人の感情に寄り添えるような曲だなと思っていて、なので歌詞においても人にこう寄り添えるようなところを書いているようなところでございます。歌は今までやってきた、まあその、まあね、ちょっと前の話になるとツインボーカルだったりソロだったりとかいろいろやってきた中で、今回ってまた違うじゃないですか。また違いますね、だいぶ違くて、まあ今普段喋ってる感じで大張りかと思うんですけど、まあ結構声がどちらかというと女性では低い、低めですね、低めでっていうところで、今まで歌に関しても結構低いところで勝負というか歌ってきたところがあったんですけど、そこをあのメンバーの皆さんにその違う音域のところをすごくあのよく何でしょう、評価じゃなくて何ていうんですか、評価でいいんじゃないですか、あの言っていただけてというか、すごく今チャレンジしながらですけど、今まで挑戦してこなかったところに歌の音域が置いてるような感じですね。まあ、高いとかそれだけじゃなくてミドルテンポで行くとかそういうことですよね。今までに結構そう低音を売りっていうのは本当にやっぱノアさんといえばっていうところあったんですけど、この間のねライブもやっぱりそこら辺をちょっと歌の行き、あ、この声こういう声で歌うんだとかなんかちょっと印象あったんで、はい、これは新しい発見で、今までまあもちろんノアさんを知ってる方も多分いると思いますし、まあ、初めて見る方もいるんですけど、そのね低音からのまた違う魅力もっていうか、そのちょっとお話がいろいろ出てきた中でライブのお話ですね、その、プレシドやってみて、まあ、手応えっていうかやっぱりそこら辺はどうでしょう、感じましたか、やっぱりやってて。これはじゃあノアさんに聞いてみよう。あ、本当に初めて4人のステージ で、はい、で全部オリジナルっていうところもあったんですけど、はい、もう皆さんすごく乗ってくださってるっていうのがステージから見ててはっきりと分かりまして、それは、あ、やっぱつかめた感じは、はい、それはあの見てた関係者の方々の、まあ、もちろん見てたお客さんもそうなんですけどが初めてなのっていうぐらいもなんかすごい関心をとすごい興味をやっぱ持ってましたね。一緒に見に行った人たちはすごい、私も含めてなんですけど、すごいいい、なんだろう、グッとくるっていうか、何かその言葉、技術的なことかじゃなくて、なんか響いたものがやっぱみんな言ってましたね。なんかこれはちょっとすごい、まあ今後まだね、な言えない部分もあるかもしれないですけど、なんか音源ないし次のライブとかそういうのがすごい楽しみなっていうのが12月でやっぱありましたね。さあ、そのライブのお話もいろいろ出たりしたんですけれども、早速1月に何やらライブがあるということで、ちょっとそのお話もちょっとしていただき、はい、まあ告知になりますけどね、じゃあちょっとお願いします。ありがとうございます、はい、1月の22日に吉祥寺のクレッシェンドでですね、はい、我々の主催ライブということで透明な檻というタイトルのライブを開催いたします。はい、ありがとうございます。はい、でこの透明な檻っていうのは実は我々のその曲のタイトルになっていまして、はい、このタイトルを引っ提げて活動を指導していくという形になります。お、なりましたね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、1月のね、22日で、ね、はい、日曜日
強いクレッシェンドにて、あ、私はもう覚えましたね、主催でございまして、こちらが、全6バンドになるのかな、これで6バンドです6バンドですね、はい、で、先ほど思いましたゼールさんね、去年の年末の出てくれたバンドでしてね、で、まあフルム、こちらもね、まあ、なんだかんだゆかりがあるというか、うちらにいらしてもゆかりもあって、エンプレスさんとか、あと劇団アンドロジー、アンドロジーに、あれはね、あちらの方はギターが鋭い方がいらっしゃいますからね、なんで、まあ、ちょっと馴染みのある方もいたりとか。で、先ほど、言いました、名前が変わったと言われてたバンドが、シリウスさん。シリウスさんに、はい、まあ、改名、それまではミッドナイトシークレットという表記で、発表はされてたんですけど、シリウスという改名して、このバンドでもうタイムテーブルとかもね発表されてますので、はい、こちらぜひご覧に、ね、見に来てくださいということでございますね。で、もうその後も実は決まってるということで日程と会場をお願いします。はい、2月の12日の日曜日に浦和ナルシスでライブが決定しました。はい、でこれがこの日の、ね、主催にも出てくれる、はい、劇団アンドロジーの、あ、はい、ね、三島さんでしたっけ。生誕祭ということで出られるということで、そちらもぜひねお越しくださいと。よろしくお願いします。はい、で、まあ、あのこちらね皆様お正月コメントでも実は言ってるんですけど、1月にまたあの、今日の1月7日なので配信が、あの1月 の, あのライブ裏アナリスト、ああ、そう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 、あ、もうあのさっきやったやつ、そう、コメント、お正月コメントでも言ったんですけど、こちらの番組でも、あ、なるほど、なるほど、はい、あ、理解しました。1月20日、はい、うん、浦和ナルシスにて、はい、もうそれぞれ別ボツでもあるんですけど、僕は、バスタードの方で、おはるさんのイベントに、出演させていただくということになっておりますので、そちらもよろしくお願いします。はい、そしててるさん。あ、はい、僕は、やはり1月20日バスタードは当然なんですが、他に、鍵という、まあ、と昔その90年代小原さんに、お世話になった時代の、に所属していた、事務所の、メンバーが集まったセッションバンドを、鍵というバンドで、2ステージで、出させていただきますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、もうね、その日は私もチェノリとホールで、そっか、キャンセルだな。ジュンさんもいますよ、言ったらキャンセル。なんでまたそんな名前出すの、言っちゃダメ、ダメ、まあよろしくお願いします。はい、で、ロッシーさんも、はい、僕はですね、真ん中の21日に、アンチフェミニズムというバンドで出ます。え、ね、はい、ベースはおなじみのこの番組でよく出られて、そうですね、リアさん、あー、あの人、あの人がどんな締めか分かるけど、なんで急にそういうこと言うんですか、リアさんなんで呼ぶんですか、画面越し、また飲みましょうねで、22日は赤黒のね、こちら主催もあるぞということで、皆さんね、あのもし興味あったら 3days でいろいろ、まあナルシスルも 3days なんですけれども、こちらにね、見に来るのもありかなと思いますので、ぜひ見に来てくださいということでございます。ありがとうございます。教えて